もう喧嘩もヤンキーも卒業でいい、そう思っていた。あの時、あの人の話を聞けたことが全てを変えた。真剣にやれば叶います。僕も叶えたので、皆さんにもできると思います。やりたいことができた。俺、格闘技やる。まさか朝倉未来に影響されて格闘家になりたいとか思ってんじゃねえよな。バカか。ああいうのは特別なんだよ。おい、今からオーディション映像が始まるということで、主演を勝ち取るためにね、人生をかけた子たちのなんかこう人間模様だったりが見れると思うんで、挑戦することの大切さだったり、まあ勇気だったりっていうのは感じてもらえるかなと思うので、まあぜひ楽しんでもらえたらなと思ってます。それぞれの人生をかけたオーディションが始まる。自分の中でイメージしてるやつらが本当にこの中にいるのかどうか、なんかやっぱりちょっと本物感がね、どうしても欲しいなっていう、やっぱり偽物を見抜かれちゃうかなっていうところなんです。監督三池崇史、原作脚本木林慎。とにかく熱い台本を書こうと思って、これなりにもうベストを尽くしました。一瞬映画ができたねって。応募総数2000人、厳正な審査が行われ、二次選考に進んだのはわずか79人。そこから三次審査の合宿を経て主演2名を決める。僕はこのプロジェクトに本当に人生かけてるし、その温度感に重なる人たちを演者としても選びたいし。難しいな、これは難しいな。ちょっと人数多くて大変だけど楽しみではありますよね。作品がスターを作ってくれたらいいなと思ってたんですよ。誰にでもチャンスはありますよね、うん。今回の映画はブレイキングダウン同様に主演はオーディションで決めます。審査基準は演技力やアクションの素質に加えて、このオーディションにかける思いが重要なポイント。器用にいろんなことを演じ分けたり、演技論の中で生きていくっていうのを飛び越えた人間たちいるわけですよね。極端に言うと芝居そんな上手くないけどすごい魅力があるっていう、見ていたいっていう、そういう魅力を持っているっていうのがやっぱりなんか本物の役者かな、自分の中で。自分は2年前死んだ時期がありました。ブレイキングダウンドリーム、俳優として掴みに来ました。芸能界でナンバーワンを取りたいなと。15の時に親が死んで、そこからずっと一人で生きてきました。大チャンスだなと思って来させていただきました。果たして主役の座を奪うのは誰なのか。では次の方お願いします。お願いします。じゃあオーディションを始めていきたいと思います。カルマです。よろしくお願いします。登録者数177万人の元トップ YouTuber カルマ。僕の描いたキャラクターに近い人がいいのはもちろんなんだけど、超えてくれるもの持ってる子だといいなっていう気持ちですね。見ている時はこいつ本物の役者になれるかなって、この業界で失敗したらもう生きてる場所ないだろうみたいな、そう思わせるようなやつが現れるといいなと思います。僕は幼少期家庭環境があんまり良くない環境で育ったんですけれど、その中で24時間家庭にテレビが電源がついてる家庭で育ったんですけれど、物心つく前から将来大人の人はそこに出るもの、生き物だって思って育ってきたんです。今は世界に発信できる
プラットフォームいっぱいあると思ってます。特に今この映画はそれを挑戦する先駆けになる映画と思ってます。なので僕も一緒にそのタイミングで、今僕は芸能の方に行き始めたので一緒にスターダムに仕上がっていきたいなと思ってます。じゃあ一回芝居見せてもらった後また話を聞きます。この二次選考からはもちろん演技も重要な審査のポイント。演じるのは主人公の17歳の青年赤井龍馬が少年院に入所し、同じく主人公の矢倉郁人とトイレで初めて会う緊張感のあるシーン。やっぱり龍馬っていうのは自分に近いっていうか、舐められるのが嫌で頑張って暴れたいんだけどどうやればいいのか分からなくて、肝心なところでビビっちゃうっていうか、思ってることをやっぱりそのまま顔に出すタイプっていうかね、弱さを共有できる人間、でもそれを自然に演じて言葉で言ってるんじゃなくて本当にそう見える、あまり大げさな演技、大げさなキャラじゃなくて、友達にこういうやつがいたら楽しかったろうなっていうようなイメージなんですね、自分の中で。何考えてるか分かんないやつにしようと思って、ずっと我慢しながら生きてきて、でうちに秘めてるものは、まあ、優しさもあって、うん、まあ、かっこいいキャラ。できればほぼ役者経験のない人がいいなっていうふうには思いますよね。じゃあ監督が止めるまで続けてください。芝居を、はい、いきますよ。用意、はい。新入り、なんでここに来たの？強盗、傷害、暴走行為あたり、殺人未遂とか全部だよ。よろしく。おお、よろしくな。おい、俺と大事になってくれ。俺さ、正直言うとこの少年に立ちたねえんだよな。やめろ。緊張感はありましたね。三池さん含めいろんな方々にお芝居を見せるっていうのだけでもやっぱりすごく緊張したんで、その前の段階からちょっともう緊張はしてたんですけど、想像をもちろん超えることを板の上ではもちろんやりたかったんですけど、用意したものをちょっとこう演じるので精一杯だった感じはちょっとありますね。三池の目にカルマはどう映ったのか。お願いします。二十歳の真田力です。特技はキックボクシングと体操です。二十歳のキックボクサー真田力、アマチュア時代とジュニア時代には日本一の経験、そして高校1年でプロキックボクサーになったという経歴の持ち主。実は今回並々ならぬ思いでこのオーディションに参加したという、僕は今日成人式だったんですけど、それを蹴ってそのこの映画の主演を勝ち取りに来ました。お願いします。まあ、成人式って一生に一度じゃないですか、はい、それを蹴ってでも、はい、なぜこの映画で主演を勝ち取りたいと思ってるのかお聞きたいなと思うんですけど、いかがですか？はい、僕は本当にトップという言葉が好きで、ナンバーワンが好きなんで、この芸能界でナンバーワンを取りたいなと思ってて、本当にこの映画ドリーミーというかを捕まわせていただきたいなと本気で思ってて、で僕の代表作がこの映画というふうにしたいと僕は思ってます。ここで三池監督が口を開く。ジムでちょっとスクワットするちょっとスピードどれぐらい用意、はい、早い。じゃあ1500回やってんだけど、
もう限界超えてる、はい、でも対決してる、はい、遊びが遊びじゃならなくなってるっていう、はい、よーい、はい、あんなに人がいっぱいおることがあんまないのですごい緊張しました。僕やったら絶対に失敗しないですし絶対に成功さすのでそこはマジで任せてほしいなって思います。三池監督が彼に求めたものとは。そしてもう一人、吉澤要です。アイドルグループのリーダー吉澤要、彼も二十歳です、今日は成人式があったんですけれども、人生に一度きりの成人式を受けてこのオーディションに参加させていただきました、自分はバレエを踊りの方のバレエをやっていたので柔軟性はありますがこう人を殴ったりだとかそういうことは一切今までの人生でしたことはありません、ですが役をいただけたらお芝居を通して自分としても成長したいですし自分を見てくださる自分が演じた役を見てくださる方に何か希望だったりこう自分も強くなれるんじゃないかってそういう気持ちを与えられたらいいなと思っております。よーい、はい、おいおい、だってめえはよ、おっ、全然おっ、どんどんお芝居楽しいなってことに気づいてこの楽しいことを自分の仕事にしていろんな作品に携われたらいいなっていう一個夢ができたので、例えるなら何だろうな、ああ何でもいいかな、だからこそ僕はまあ何か誰に何と言われようと配役者の仕事とグループの仕事を両立してやってこうって思ってます。彼もまた文字通り人生をかけてこの場に来た一人。なんか成人式に行かずにここに来るっていうことに覚悟を感じましたね。成人式よりも夢を優先したんで、まあこういう子は覚悟があるんで残っていくんじゃないかなと思いました。最強の拳荒谷剣、三千たる月光如月泉、元 K1 スーパーバンタム級王者、ボクシング現 WBO 世界バンタム級王者、武井屋敷、今だけ千年ガチャ無料、天国で検索。塚氷星19歳です。自分は、19歳の時に去年の5月に上京してきたんですけど、自分は今バイトで生計を立てているんですけど、この生活をずっと続けていくつもりはなくて絶対に売れて、役者の方で生活をしていきたいと思い、今回映画の話をいただいて自分の人生を変えるチャンスだなと思い応募させていただきました。リールが耳が真っ赤だけど緊張してるの？いや、ちょっと暑いです。暑い。大丈夫です。遊び半分じゃないというか、やっぱ人生を変えに来てるからこそ、本当に全力で結果を残したいなっていうところが強くて、こうすごい緊張しましたね。23歳俳優の高橋聖奈です。僕は小学3年生から19歳まで美容師を目指していて、内定をいただいてたんですけど、その役者というものにすごく感化を受け、今は役者としてその次の日に内定を取り消して今お芝居をさせていただいてます。そう、最近その祖父の隣の駅に引っ越したんですけど、なんか毎回会うたびに仕事どうなのとか、なんか決まったらこれ決まったよとか言うとすぐにチェックしてくれるんで、元気でいてくれてる間に
第一線で活躍してる姿を今自分が見せたいなっていうのが自分の原動力になってますね。失礼します。はい、失礼します。宗像俊二です。芝居経験は4月から活動始めたので、それ以前は全然やったことはなかったんですけど、もう4月からの半年ちょっとくらいですね。できればほぼ役者経験のない人がいいな。自分はもともとこうジェノンボーイが出身で、ジェノンボーイって言うとキラキラしたイメージかと思うんですけど、自分の中ではこう男臭くて泥臭くて喧嘩大好きで、ちょっとアウトサイダーみたいな感じ、そういうものに一回やってみたいなっていうのは自分の中でずっとあったので、ちょっと今回参加させてもらってすごい嬉しいなって思います。吉川和樹です。私は2歳から16年間サッカーを中心にさまざまなスポーツをやってきました。その中では空手だったり水泳、陸上だったりとか、多くのスポーツをやってきた中で、僕もこの日のために、この作品のためにここまでいろんなスポーツをやってきたって思えるように今日頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。これだけ世間が注目するコンテンツで、監督もクローズ何回見たか分かんないぐらいなので、もうそんだけすごい方たちが携わる作品でもし出演させてもらえるのであれば、もうこれで1年間塗りつぶしたいって思うぐらい結構気合いは入ってましたね。はい、そしてこんな候補者も。富林大成と言います。19歳の大学1年生です。今回人生をかけてるということなんですけど、に受かったんですけど、帰国子女ということである程度簡単に受かってしまって、頑張った感がなくて、でその時にマネージャーさんから芸能界もうちょい頑張ってみようよということで、この1年間学業もそうなんですけど、オーディションとかに向けて頑張ったりしていきます。英語でなんか彼をすごいバカにしてもらってもいいですか？なんか You're here, you came here? You came here to win in the audition? You came here, you tried so hard, you tried so hard yesterday, the other day And you did this? What?特技を披露しアピールする参加者もいる中、はい、じゃあ次の方お願いします。よし、行きます。はい、ではオーディションを始めます。よろしくお願いします。はい、今から始めます。自己紹介と自己 PR をお願いします。はい、はい、湯山幸喜です。よろしくお願いします。この男が現場の空気を一変させる。ワイルドサイドの友達に伝えておきたいことがある。伝えておきたいことがある。今は遠く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 、もう一回ちょっと助言いいですか？どういうつもりでここ来たんですか？僕このプロジェクトに本当に魂込めて発足したし、ここは役者オーディションなんで、歌も歌ったりとか、しかも歌詞も覚えてないし、対相手に対しても失礼ですからね。もう帰ってもらっていいです。すいませんでした。お疲れ様です。現場に緊張感が走る。さらにヒヤッとする場面も。はい、ではオーディションを始めますので、自己紹介と自己 PR をお願いします。あ、オス、お久しぶりです、黒石です。オス、自分はもともと俳優がやりたくて、グレンタイだなんだって、10代の頃やってる時から、みんなに内緒で一人で電車に乗って東京の芸能学校に行っていました。アウトサイダーに出場している時も夢は変わらず俳優だったという。ぜひよろしくお願いします。
愛知県豊橋から来た聖也です。僕の、強みは、場を明るくしたり、場を盛り上げることが、強みだと思っています。その強みを今回の演技で、発揮できたらいいと思います。実は今回のオーディション、主演2名以外にも教官役などまだ配役が決まっていないキャストを探していた。聖也さん、はい、演技の経験っていうのはありますか？小さい頃にやった学芸会が最後だと思います。それは何歳の時ですか？5歳ぐらいです。ちなみにその5歳の時はどんな役ですか？スイミーの回想役です。え？スイミーの回想役です。回想？スイミー回想？こうやつ海藻わかめとかそういうの、はい、朝倉未来の親友としてブレイキングダウンに出場。今回オーディションに参加したのにはある理由が。なんていうんですか、自分の力で稼ぎたいっていうか、今現状その未来におんぶに抱っこの状態なんで、自分の力で何とかしたいと思い、マジの気持ちでここに来ました。この芝居で聖也が浜の狂犬を切れさせる。ゆくゆくお疲れ様です。どうしますか？やばい。いやなんか本当映画もさ、はい、ようやくこうだいぶ進んできて、はい、すごいことになってきましたね。俺たちは当初想定したスケールよりもなんか上回ってきたよね、はいはい、すごいことになってきました。本当に盛り上げたいですね、ここまで来たら ね、うん、最初はもうすげえ無茶振りされたからいけるか悩んでたけど、まさかここまで来るわって感じなんだけど、ただ俺たちの中では結構盛り上がってきたけど、視聴者の人たちも一緒にこう巻き込んでもっともっと盛り上げていけないかなと、そんなプラットフォームを実は探してて、実はいいものを見つけたんだよ。それがフィナンシェです。フィナンシェフィナンシェはファン参加型のプラットフォームで大きく2つ機能があって、で1つはこう会員券、トークンをお金を出して買うと、その会員の限定特典が受けられたりするのね。例えば試写会来れるとか、うん、あとは例えば制作過程に携われるとか、はいはい、まあ、こういうのが一つで、二つ目は、まあ、株と同じイメージで、はい、そのフィナンシェのコミュニティでこのプロジェクトが活性化していってトークンを買ってくれる人が増えたり、このプロジェクトが盛り上がっていくとどん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 持ってるトークンの価値が上がって株みたいにこう金銭が増えていくっていう。面白いですね。そう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 、クラフォン的な要素と、そうなんか仮想通貨的な要素。そうそうそう、はい、夜明けフィルム初の映画ブルーファイトの公開を記念して、今話題のコミュニティアプリフィナンシェにて夜明けコミュニティがオープンしましたので、ぜひ皆さんそちらにご参加いただけたら嬉しいです。アプリをダウンロードして視聴者同士の交流だったり最新情報を、ね、手に入れてください。詳しくは概要欄とコメント欄の方にあるのでチェックお願いします。すごっ、マジやばいです、これ最高でした。業界初、隠しながら生やす最短30分、医療の力で薄くなった頭皮を変える新しい技術が誕生。この動画を見た方限定で今なら施術が最大半額になるキャンペーン実施中。頭皮アートメイクならスカルプやメディカル。よーい、はい。おいよこういうあなんか聞かねえな。フラフラじゃねえかこれ。やめろよ。やっぱまだいける。この状態だ。おい。どうしたおい。ダメそうじゃん。おいなおい。どうしたこれ。おい。アドリブ芝居では意外にもリアルな表現を見せた聖也。次は台本にのっとった芝居。演じるのは少年院に17歳で入所した赤井龍馬。彼が夢を追いかけるために隠れてトレーニングをしていると、そこに教官が現れて対峙するシーン。この芝居が
黒石の逆鱗に触れる。何やってる若い。トレーニングです。喧嘩の、喧嘩のか。違います。格闘家になりたいんですよ、朝倉未来みたいな。バカなの？あれは特別さ。お前みたいのがここ出たら一生懸命仕事探すしか。あんたもですか？あんたも。すいません、飛びました。ちょっと申し訳なかったですけど、ちょっとセリフ飛ばして申し訳なかったですけど、でも思いは本気なんで。お前セリフちゃんとやってきてねえだろ。やりました。でも本気だったらセリフ飛ばないと思うし、はい、黒石さんもこれにかけて来てくれたんで。実力ある人とやり直すことできますか？そうですね、そうですね。ありがとうございました。ありがとうございました。シンプルに緊張で飛んじゃって、だからそうですね、申し訳ないというのが一番でかいですね。今回やりきれなかったんで全てを、うん。そんな聖夜の評価は意外にも。いやでも聖夜さんだってあんな忘れちゃったみたいなことしなかったらちゃんと芝居できてましたよ。確かに、うん、監督の目から見てもセンスありますか？いけますか？いやというか他になかなかああいう味出す人が芝居じゃ出せないじゃないですか。あまり欲があれば最高ですよ、印象に残る。セリフを飛ばした側面もあったが芝居や空気感は高評価。神奈川県出身25歳篠田和人です。よろしくお願いします。僕は、このオーディションに本気で受かりたいと思ってる理由がちゃんとありまして、僕成人式になる前に大親友だった、中学校からの友達を亡くしてしまって、でその時にそのお母さんに言われた言葉があって、相手のそれが和人はこの世界でユーマが死んだことを思い出して活躍してって言われて、絶対ユーマを見てるからっていろんな人のこう支えがあって今こうしてここに立たせていただいてると思うんですけど、見ててくれるんじゃないかなと思ってこの作品に応募させていただきました。正直受け入れられないことかもしれないですけど、自分の中ではだから頑張ろうっていう原動力になっています、はい。亡き友を心の支えに頑張る者も。三宅圭介です。自分は15の時に親が死んで、そこからずっと一人で生きてきました。22歳の時にストリップを見て感動してよくし始めました。よろしくお願いします。木田君声ちっちゃいよ、もうちょっと大きな声で言った方がいい。はい、ね、自己紹介だね。はい、はい、実は木田22から付き人してて、27まではほぼ付き人に専念してて。誰について？中村獅童です。マジか。獅童さんについて。歌舞伎役者中村獅童から学んだ演技力は。じゃあアクションお願いします。はい、アクションいきます。よーい、はい。おいおい、何？あ、はい、じゃあ、服を脱いでもらうんだけど役で脱いでもらうか。はい、そのままねゆっくり右回りで我々背中を見せて、で戻ってきて
だからどんな役者になりたいんですか？自分自身はストリップ見て役者始めたんで、なんか生きてて嬉しいとか悲しいとか楽しいとかじゃなくて、なんかわけわかんない感情引き出されて、なんか泣いちゃって、それで役者始めたんで、そういうの伝えられたらいいなと思ってます。ストリップ見て、はい、それ なんでだろうって考えたことある？なんでだろうって考えたんですけど分かんなくて、うん、だけど生きてて感じたことない感じだったんで、うん、なんかすげえなと思って初めて生きてて、うん、なんか父ちゃんと死んでいろいろあったんですけど、うん、まだ生きようかなって思って今日は出てきたんです、うん、そんな感じです。なるほどね。役者でやっていくっていうのはさ、それなりに大変じゃん、それで食っていくっていうの。でもまあだから楽な生き方じゃないよね。それでもやっぱりその道を選んだっていうのは、それは良かったのかね。舞台が、もう自分は高校も行ってないし、うん、何もできないけど、こうやってお芝居とそういうきっかけに出会えて、うん、やってるんでね、腹決めてやるしかないなと思ってます。なるほど。 OK。 生きてるうちでこれがきっと最初で最後のチャンスだなっていうのは、これから先どんな人生になるか分かんないですけど、感じると言いますか、なんかそんな感覚があるので、やるだけですね、腹決めて、うん、目を見てくれる大人ってのは全然いないので、今日はこの場に来れてよかったなって思ってます。なんか役者に対して、まあ、今までこう接点がなかったんで、初めてこういうオーディションで、まあ、見させていただいたんですけど、なんか僕ら格闘家と同じように、なんかすごい背負ってるものが多いなと感じて、リアルに近いものは感じましたよね。失礼します。中野25歳です。ブレイキングダウンドリームを俳優として掴みに来ました。若手アクション俳優中野オウム。中野さんね、うん、はい、そこにね、うずくまっててくれる。僕がですか？うん。それでなんだか分かんないけど、怒りが増幅して立ち上がる。分かりました。で、間は自分の間でいいから、そんな慌てなくていい。はい、うめいてるところぐらいから始まっていく。はい、よーい、はい。記憶す、なんか俳優さんだからか分かんないけど、すごいこう花がある人が多かったなっていうのと、まあ、やっぱすごい覚悟を持って人生を本当に変えに来たなっていう人が多かったし、ひしひしと感じましたね、覚悟だったり。次はブレイキングダウン選手がたくさんオーディションに出るということで、まあ、彼らは演技とかできるのか分かんないんですけど、
楽しみにしてもらえたなと思います。次の組の方お願いします。マネージ狩りのレオ、俺が主演でこの映画をバッチリ決めたいなと思って応募しました。レオさん、あの自己紹介の時は役を作ってるつもりかもしれないけど、ポケットから手を出した方がいいと思うよ。はい、小野です。料理人をやっています。いろいろ、まあ、自分自身の人生でいろいろ本当に刑務所入ったりとかっていう経験があったんで、俳優の人たちは多分そういう経験がないと思うんで、で自分しか多分できない演技っていうものがあるのかなっていうふうに思ってます。よーい、はい。これ何見せられてんすか、俺が。なんか、なんか、これ投げた時に。こっち本気なんじゃ。こっち本気なんじゃ。おい。本気だ。本気だ。おい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 。やってるよ、お前。俺はな。この演技に全てかけてんだよ。死ぬ気でこの音色を取ろうとしとんのじゃ。これ、すごく腹、すごく悔しい。ブルーファイト青き若者たちのブレイキングダウンは、見獄のほか UTE ホスティングホールディングス、 NX リゾート、ギョーギョーギョー、メテオラン、その他ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。